はい、どうも、こんにちは、ケンケンです。第30回の今回は、メイドインイングランドにこだわり、英国ユースカルチャーの象徴的な装飾であるスタッツをジュエリーへと昇華させるべくスタートしたジュエリーアクセサリーブランド、バニーを紹介したいと思います。バニーね、なかなか一般的には知られてないブランドかもしれませんけれども、私は好きなアクセサリーブランドの一つなんですよね。まあ、英語のね、表記からもね、バーニーとずっと呼んでいたんですけれども、正しくはバニーとなります。まあ、ちょっとこれについてはね、余談になるんですけれども、以前ね、こちらのファッションカテゴリーでも紹介したビズビム、こちらをね、ずっと私当初ビスビムって呼んでいたんですよね。こちらはまあスペルから、勘違いしちゃうっていうファッションあるあるにもなっていて、なかなかね、音で聞くことがないんで、間違って呼んだものが正しくなって伝わっていくみたいなものがよくありますね。はい。バニーの誕生についてですけれども、2009年ロンドンを拠点にステューシー・ギミン5、ドクター・マーチンのクリエーションに携わり、独自のスタンスでクリエイティビティを発信しているアンドリュー・バニー氏によってスタートしたジュエリーブランドになります。これまでシルバーやゴールドを使用し、モッツやパンクに代表されるロンドンのストリートカルチャーを表現したスタッツ、バッジ、ラペルピンなど魅力あふれる作品を発表していますと。古くからその高い品質を世界に誇る英国のシルバーと熟練の職人技術を受け継ぎ、英国各地のアトリエで伝統的手法を用いながら一つ一つハンドメイドで制作されるバニーのジュエリーは世界のファッション関係者を魅了していますと。また設立から10年程度でありながらも700年近い歴史を持つ英国金属工芸団体ゴールドスミスカンパニーに認められているブランドですという形になります。はい。まあね、バニー自体がね、いろんなシーンで身につけることができるようにと、メンズとウィメンズの中間の、ジュエリーを扱っていると、そういったコンセプトがあるようです。はい。まあ、バニーといってね、わからないことはどういったものがちょっと一番有名かっていう、ご説明を、最初にしておきますと、最初にね、ブランド設立して初めて作った、まあ、イギリスのサブカルチャーと縁が深いスタッツと缶バッジ、こちらの2種類になります。まあ、両方ともね、まあ、どういった使い方をするのかというと、まあ、洋服だったり服飾雑貨ですね、カバンとか小物類に、ちょっとバッジスタッツをシルバーのものですね、こちらをつけてちょっとアクセントを、ちょっとね、普通のシンプルなスタイルにアクセントを入れるみたいな形の使い方をします。で、本日ね、数点私もこれから、紹介するアイテムの中にもね、スタッツバッジもあるんですけれども、私のコレクションのアイテム、まあちょっと洋服も含めてね、数点これから紹介していきたいと、はい、思います。まずね、今ね、冒頭説明した、スタッツの方になりますね。ピラミッドスタッツですね。こちらがサイズがね、こういった形で、ね、ケースに入ってた状態でちょっともう一回入れてあるんですけれども、かなりこのグレーのね、ライトグレーの、色がね、ちょっとブランドの象徴するカラーなんですけども、グレーとピンクっていうのがバニーの特徴的な色使いなんですけど、とても綺麗なライトグレーでね、箱もこういった、立派な箱になります。で、こちらがピラミッドスタッツで、SML ですね、サイズ展開、まあ10mm、12.5mm、15mm の、3サイズ展開で、いずれも、3つで1セットっていう形になりますね。はい。で、こちらは M サイズ、真ん中の 12.5mm の幅になるんですかね。なりますね。で、こちらを、まあ、シャツの襟だったり、まあ、バッグだったりとか、スタッツに関してはちょっと洋服の襟元につけるっていう使い方が多いかもしれないんですけれども、まあ、アウターとかですかね、デニムだったり、そういう、デニムジャケットとかデニムシャツにつけるようなこと多いかと思うんですけれども、アクセントつけられてかなり気に入っていて、これが最初に買ったものになりますね。まあ、大体先ほど言ったように2009年立ち上げなんですけれども、私が最初にこれ購入したのが、7、8年前、まあ、ブランド立ち上げてからちょうど 2,3 年ぐらいして、割と初期の頃に購入したものになるかと思うんですけれども、まあ、定番のスタッツですね、こちらがなります。ピラミッドスタッツですね。はい。で、続きまして、紹介するのが先ほど言ってたバッジですね。バッジはこれはね、いろいろ、種類があります。はい。
ちらはね、ハンマードバッジっていうかなり小さいサイズになるんですけれども、シルバーバッジ、シンプルなものと、あとゴールドディップバッジっていう、ちょっとね、金もね入ったような形のものだったり、色もね3種類ぐらいあるんですけれども、ちょっと小さいんですけど、こういったちょっと叩きがね入ったような、はい、こちらがのタイプになる、一番小さいサイズになるのかな、はい、なります。こちらがねバッジでね、このバッジに関してもやはり、服飾雑貨ですね。こちら主にカバンなんかとかにもつけられますし、まあ服なんかにもバッジなので、こういった形のね、はい、ものになりますんで、何にでもつけられるという感じですね。一番小さいものになるんですけれども、割と最近缶バッジ的なものも、まあ、ファッション的にも、まあ流行りとしても流行としてもね、いろいろつけるっていうのが流行ってる中で、まあシンプルなこちらのねハンマードバッジもかなり、はい、使い勝手が良くて、いろいろなものにねつけて遊んでますっていうところですね。はい、それで、次、まあいつもの、ね、タイムラインになぞる形ですね。まあハンマードバッジは割と最後になるんですね。そうするとタイムラインになぞってないんですけども、こちらが次に買ったやつですかね。最初プラミッドスタッツで、次がこちらだったかもしれないんですけれども、ゴールドディップアトマイザーウィズレザーコードっていう商品になります。はい、でこちらもバニーの、ロゴが入っている形で、これ何かっていうと、まあアトマイザーですね、中に香水などを入れて、楽しむようなところですね。で首からこういった形で、普段ね洋服の、外からこうぶら下げるような形で、はい、持っていて、まあちょっとねスプレーとして、アトマイザーという形でねディフューザーとして使うようなものになって、なかなか面白いなと。この革紐もかなりね質感が良くて、はい、かなり気に入ってるものですね。まあ、カバンに忍ばせてて使うような形ですかね。はい、とてもこれも気に入ってて、少しちょっとお高いものにはなるんですけれども、はい、気に入ってこちら使ってるゴールドディップアトマイザーウィズレザーコードですね。はい、それで、最後に、シルバーのものでは、もの類では最後になるんですけども、ピラミッドスタッツのチャームになりますね。はい、で、まあバニーのね商品の中にでも、まあネックレス的なもの、まあネックレスを使うためのチェーン、フック&コイン、まあ、チェーンですね、ものでトップにつけるチャームっていうのがいろいろ出てまして、こちらもその中の一つですね。さっき のピラミッドスタッツとは違って、中にこう模様が入ってたりするようなものになるんですけれども、これトップとして使うようなかなりちっちゃいチャームなんですけれども、なります。はい、でトップにつけるチャームとしてはね、ラビットのモチーフのものだったりとか、ラビットフットって言われるものが一番有名になるんですけども、ウサギの尻尾のようなものですね、こちらだったりとか、いろいろ付け替えて楽しめるっていうようなものの、まあ、ネックレス類としてはそういうものがありますね。まあ、他にもちょっと今日紹介してないというか、私も所有してないんですけれども、バングルだったり、はい、あとリングもね普通に売ってたりとか、はい、特にバングルはずっと探しててっていうか、なかなかねすぐ売り切れてしまってっていう形で、未だにね手に入れてはいないんですけど、まあ、他の他ブランドのねバングルは持ってるんで、あれなんですけれども、バングルもすごいシンプルで多いですね。まあやはり最初に紹介したスタッツ、まあ、シルバーバッジっていうところがやっぱりブランドのアイコン的なものに、ね、なってるものかと思います。はい、でこちらが、ですね、小物類になりますね。あと最後に紹介するのが洋服ですね。まあ、シルバー職人がね先ほど言ったアトリエで生産する際に着用されている、まあ、ブランドのアイコン的なね感じのにもなるコットン素材にできたワープコート、こちら古くからずっとコットン素材であるものがよくね雑誌でも出てきたりするんですけれども、作業中のアトリエなんかの工房で職人が着てるワーク、まあ、ショップコートですねがあるんですけども、そちらをナイロン素材ですねで作り上げたショップコートが販売しまして、こちらドーバーストリートマーケット限定だったのかな、今ショップインショップがね以前、3年前ぐらいからあって、今もあるんですかね中にね、そちらで購入したものになるんですけれども、シルバーですね。こちらが、今度のトレンバニーのロゴが入ってまして、ゴアテックス仕様になります。こちらですね、ショップコートなんでちょっと大きいので、はい、全体的なものはちょっと着用感含めて紹介できないのが残念なんですけれども、まあ、バニーでゴアテックス仕様になってるナイロンコートですね。それで胸の、右胸のところには、刺繍がね刺繍の入った、こちらポケットの開
ポケット下でしたね。刺繍がね、ファニーゴアテックスって入ってるんですけど、ちょっと見れますでしょうかね。同色で、ね、入ってるんですけれども、はい、こちらのショップコート、またね、ポケット左右にはさっき言ったハマードバッジですね、シルバーバッジがボタンとして使用されているこの合格にっていうところで、ね、すごく色味も綺麗でね、丈もなかなか良くて、サイズ感割れで私は M を購入したんですけど、 S でもまあタイトめに着ればいけて、結構まあ大きめの作りになってますね、アパレルはっていう印象があります。まあ、こちらのまあコートをね購入して、たんですけれども、その時についてきたのがこのショップ、このタコがね、またとてもすごい立派でかっこいいんですよ。こういったものに入ってるんですけれども、これにコートが入ってまして、中が、ピンクですね。さっき言ってたブランドも象徴していると言われている薄いピンクとこのライトグレーがとても絶妙なバランスで、ね、すごい綺麗な色使いになってますよね。はい、こちらの箱、あと、まあ、おまけとしてついてきたのが、まあ、ゴアテックスのポストカードケースというか、こういったもの、はい、になります。これゴアテックス素材できててね、こうマグネットでくっつくんですけども、もうすでにポストカードもバニーに関連したものがいろいろ入ってるようなものになりますね。はい、こんな感じで、はい、とても気が利いてますよね、こういうところもね。で、実はね、これね、第2弾となりまして、第1弾のはね、今日、まあ、袋からも出してないんでこのままの紹介になっちゃうんですけれども、実はね、黒でね、同じコートなんですけれども、ブラックのみの展開、今回はシルバーのみの展開、まあシルバーというかグレーのみの展開で、ブラックのみの展開でね、第1弾もね思わず購入して、第2弾の時にはやはり満を持して後からグレーが出たので、思わず、グレーも買ってしまったっていう感じになりますね。はい、で、まあ、バニーに関してはルイスレザーとのコラボも行ってます。またね、グローブトロッター、カバンで有名なね、グローブトロッターとのコラボも行ってます。こちらもね、グローブトロッターはライトグレーで同じようなバニーのカラーでね展開してるっていうところと、あと変わり種だとベスパのコラボもあって、これもどこかのショップに飾ってあって見たことあるんですけれども、某有名俳優の T さんとでも言ってきましょうかね、まあちょっと噂で聞いたんですけども、が購入されたっていうのでもう有名です。1台しかなかったのかな、そんな風に聞いてます。あとスヌーピーのねピーナッツとのコラボのぬいぐるみがあったりとか、あとアイウェアだとオリバーピープルズとのコラボも、まあ、なかなか有名だったんですけれども、はい、になりますね。で、最後に、まあ、取扱店についてなんですけれども、まあ、商社として、まあ、モンクレールやマッキントッシュで有名なヤギ通商とその関連会社のスープリームインコーポレットが、まあ、去年の10月2019年の10月から取扱いを開始しているというところで、本格的に日本での販売が始まっていますというところになりますね。まあ、大手セレクトショップでは私が調べた限り、まあ、最近だと昨年の12月、上旬から中旬にかけてね、バーニーズニューヨーク六本木店で期間限定ストアをオープンさせていましたと。あとエディフィスだとエディフィスラブークル、ニューマン新宿店で店舗限定で展開しています。また、一昨年まではねポップアップストア、まあ、今説明したのもそうなんですけど、ポップアップストアが結構多い中で、まあ、その期間限定だったビームスも一昨年までは、ポップアップストアのみだったんですけれども、昨年の、秋冬くらいからは通常展開に変わったというところですね。あとトゥモローランドの、ランドオブトゥモロー、こちらにおいては3年ほど前から各店で継続的に展開しているようです。まあ以前はね FIL でもね、ビズビームのね FIL でも、取り扱いしていたこともあったかと思うんですけれども、今だとそうです、比較的見やすいのはビームスとランドオブトゥモローになるんですからね、通常展開というところでは。はい、参考にしてみてください。はい、今回はね、純度の高い最高品質のシルバーを使い、職人によりオールハンドメイドで、作成されている英国初のシルバージュエリーブランドバニーを紹介しました。はい、紹介しましたね。特にね、スタッツバッジのね、シルバーに関してはとてもおすすめです。これは本当に何でも洋服につけて、やっぱりね、シンプルな格好私もすることが多いんですけれども、一つね、味付けができるというか、はい、面白いアイテムになります。当然バングルとか他のシルバー、まあ、アパレル類もね、少ないんですけれども、出てますので、そちらもぜひね、ちょっとそちらの、セレクトショップでの取り扱いが中心になるかと思うんですけれども、ぜひ一度見て、手に取って見てみてください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画まで。バイバイ。